同じソーシャルワーカーでも、好感度の高い人と、そうでない人の違いには何がありますか？同じソーシャルワーカーでも、好感度の高い人と、そうでない人の違いには、以下のような要因が考えられます。1. コミュニケーション能力の違い。好感度の高いソーシャルワーカーは、コミュニケーション能力が高い傾向があります。相手の話をよく聞き、相手の気持ちや立場を理解することができます。また、適切なタイミングで、適切な言葉をかけることができます。一方、コミュニケーション能力が低いソーシャルワーカーは、相手の話を聞こなかったり、自分の意見を押し付けたりすることがあります。2. 協調性の違い。好感度の高いソーシャルワーカーは、協調性が高い傾向があります。周りの人たちと、良好な関係を築くことができ、チームプレイヤーとして活躍することができます。一方、協調性が低いソーシャルワーカーは、周りの人たちと対立したり、自分の意見を押し付けたりすることがあります。3. プロフェッショナリズムの違い。好感度の高いソーシャルワーカーは、プロフェッショナルな態度を持っています。自分の仕事に責任を持ち、誠実に取り組むことができます。また、約束を守ることができます。一方、プロフェッショナリズムに欠けるソーシャルワーカーは、責任を放棄することがあり、約束を守らないことがあります。4. エンパシーの違い。好感度の高いソーシャルワーカーは、相手の立場や気持ちを理解し、適切な支援を提供することができます。相手に対して共感し、共感に基づいたコミュニケーションを取ることができます。一方、エンパシーが欠けるソーシャルワーカーは、相手の気持ちや立場を理解することができず、適切な支援を提供できないことがあります。以上の要因以外にも、好感度の高いソーシャルワーカーは、積極的に自己成長に取り組み、常に学び続ける姿勢を持っています。また、好感度の高いソーシャルワーカーは、自分の感情をコントロールすることができます。ストレスやプレッシャーがあっても、冷静に対処し、感情的になることがありません。一方、感情をコントロールできないソーシャルワーカーは、職場でトラブルを引き起こすことがあります。これらの要因を意識し、改善していくことで、より良いソーシャルワーカーとなることができます。先ほど出てきた、エンパシーの意味を教えてもらえますか？エンパシーとは、他人の気持ちや感情を理解し、共感する能力のことです。自分の立場や価値観を一旦置き、相手の立場になって、その人がどのように感じているかを考えることができます。つまり、相手の視点に立ち、自分自身の経験を超えた理解を深めることができる能力です。エンパシーは、ソーシャルワーカーにとって、非常に重要な能力です。クライアントが抱える問題や悩みを理解することで、より適切な支援を提供することができます。また、エンパシーを持ったソーシャルワーカーは、クライアントとの信頼関係を築きやすくなります。そのため、ソーシャルワーカーにとって、エンパシーは欠かせない能力の一つとなっています。ただし、エンパシーには限界があります。相手の感情を理解しすぎたり、共感しすぎると、自分の気持ちや問題に取り込まれ、精神的に疲れてしまうこともあります。そのため、ソーシャルワーカーは、エンパシーを持ちながらも、自己管理をしっかりと行い、適切な距離感を保つことが重要です。